ゆうすけ的元気。はい、全国のゆうすけ的元気バラの皆さん、こんにちは。ということで、今日はこちら見つけてみました。ババン、エース国スーパーカップ餃子パンチパッパラーンダーイ。はい、ということで餃子パンチ、これなんかネーミングもパンチ効いてますよね。餃子パンチってラーメンで言われてもとか思うんで、最強の角麺、口の中で踊るような新食感というね、エースコックの角麺でございます。これは作ってみたいと思います。何なんでしょうね、餃子パンチって。まるで餃子テイストの味のするラーメン。まあなんかわかんないですけど、すごいっすよ。1個あたり493キロカロリーですから、マックスですねもう他はもうなんかもう読む気もせえへんぐらい、かなりの高カロリーでございます。ということでオープンしてます。オープンなさい。はい、ということで、出来上がりました。はい、ということで、後入れ粉末スープと、後入れ液体スープがまだついております。しかしまあオープンしてみたいと思います。オープンペンペン。おう、ふい、おっしょい、おっしょい。これで、ね、まあ、角麺ということでして、この粉末スープをまず入れます。そして、その後、液体スープ、食べる直前に入れてくださいと。はい、入れましたよ。ということで、ということで、この汁を、おぉ、すごい、すごい。うわ、なんか濃いな。はい、ということで、できました。いや、すんごい、なんかラーメンと餃子と、ラーメン餃子頼んで、あ、じゃあラーメンと餃子と、チャーハンにしようかなみたいな、中華料理屋さんみたいな、あんなとこで頼んで一緒に食べた後みたいな匂い。はい、ということで、行ってみたいと思います。いただきます。うん、あ、すごいな。あ、すげえ。ラーメンというよりね、餃子のスープ的なパンチがブワッブワッブワッと口の中に、ちょっとだから餃子のタレあるじゃん、あのちょっと酸っぱいというか、あの餃子のタレ、あの感じが口の中ふわっ、でニラとか入ってるからふわっ、濃いね濃いね、かなり濃いねすげえね。なんか中学高校19、20歳、10代のがっつりなんか濃いもんが食いたい頃にぴったりな麺でございます。まあこのスーパーカップ、ただ辛くないのですごい汗が出てきます。まあ、エースコックのこのスーパーカップ 1.5 倍っていうのはもう本当なんか若者っていうね感じが、やっぱりこういうの方がいいと思います。やっぱ若者っていうイメージをもっとアピールしないと、おっさんいらないよとか、もうこんなもあーっていうのね。その路線ね、エースコックでしたっけ、あのイカ焼きそば。イカ焼きそばもやっぱり最近見ないけどね、イカ焼きそばもこう匂いがくと、おお、イカ焼きそばやなと思うんですよ、やっぱり。やっぱその違いが、その違いがやっぱりもう、パンチの効いてる餃子テイストってはっきり言ってますからね。餃子パンチって言ってますから。これはだからパンチ効いてると思います。ということで、エースコックの餃子パンチ。これはね、なかなか一人で食べきれない方、一緒に食べてみましょう。はい、ということで、エースコックシリーズでございました。さよなら。はい、ゆうすけ的元気はチャンネル登録、コメント、高評価、どん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 募集していますので、ね、下の方にね、この下の欄にコメント、リクエスト、質問と何でも気軽にお書きください。それからツイッター、アメブロ、フェイスブック、ツイキャス、すべて含めてゆうすけ的元気、よろしくお願いします。下の説明欄にリンクいろいろ貼ってますので、スマホの方はこちらからよろしくお願いします。笑みを浮かべて遠くを眺め、並んで夕日ただ見つめてた。消し去るように日は落ちていき、絡んだ指は少し離れた。
雲を少しずつ見れなくて、話す言葉もただうなずいて、せめてもの思いまだ言えなくて、後に心を傷つけた。会いたい、会いたい。奏でても奏でても聞こえないこともある。奏でても奏でても聞こえない時もある。叶えても叶えても消えてゆくものもある。叶えても叶えても消せない。 いかこう